が攻めてきおった。敵は秀吉軍ではなかったのか。今ぞ秀吉の兵を一人でも多く道連れにするのだ。
かし払いの金の目ももうわずか。我らもここまでか。勝てるはずもねえのに、権六兵衛必死になりやがって。信長様に仕えた者同士で争わねばならぬとは。お市様、またしても落城の浮き目に遭わねばならぬとは。